イガース。一杯のお運び誠に御礼申し上げます。なんでしょう、こういう舞台に上がるのは大層久しぶりなもんでね、ものすごく緊張しております。ゆるい感じで聞いていただければね、いいかなと思っております。どの時分にはですね、道具屋というのがございまして、まあこれもピンからキリまでありまして、紙の方へ行きますってと、これはもう大層いい品を置いておりましてね、刀剣などが誰それが書いたね書であるとか、何の何がしが作った器であるとかね。まあ見てる分には楽しいんですけども、これがおいそれと触れるような品じゃございません。これがね、下の方へ行きますってと、まあ何を動いてるのかよくわからない、パッと見ガラクタをね、置いてるだけのようなそんなお店もありまして、まあそういうお店、今でもたまに見かけることはありますね。こういう変なお店にね、一体誰が来るんだろうなって、お客さん来るのかなと思いきや、まあこういうものをね、意外に追い求めてる珍しいもの好きのお客さんってのがいるんですね。おい、なんか珍しいものないかい？またあんたかい。珍しいもの珍しいもんつってね、あんたね、うちのものみんな持ってっちゃうでしょ。だからね、今これといって珍しいものはないんですよ。ああ、ちょっと待ちなさい。こんなのはどうだい？手紙。ああ、手紙かい。古い質屋の証文だとかね、古い手紙ってのはね、面白いのもあるんだよ。一体どんな手紙だい？こちらはですね、聖徳太子が、織田信長へ送った手紙でございます。はあ、聖徳太子が織田信長。あ？なんだそれお前。時代が全然違えじゃねえか。そんなもんあるわけねえよ。はい。あるわけないのがあるから珍しいんですよ。ねえ。この前さ、お前のとこで買ってったさ、振り顔を取れた柱時計な、あれ音がしねえっつってんだよな、あれは静かでいいと思ってな、家に帰ってな、飾っといたんだよ。でもあれだな、あれ振り子がねえって言うと、針が動かねえんだな、何時かなって思うたんびに隣のうちに聞きに行かなくちゃならなくてな、めんどくさくてしょうがないからな、今日持ってきたんだ。だから別の新しいもんと解かしてくんねえか。ああ、さようでございますか。ちょうどよかった。振り子だけ入りました。なんつってね、物を別々に売るようなね、適当な商売してる奴らがいるもんでね、こういうね、変なものを売ってるようなところの旦那ってのはね、まあ特にやる気はないんだよですね。もう、売れるか売れないかもどうだっていいみたいなね、人生ついでに生きてるようなそんな人ばっかりでね、まあこういうところのお店っていうのは大体おかみさんの方がしっかりしてるんですね。ちょっとあんた、あんた、こっちへいらっしゃい。いいから、あんた、こっちへいらっしゃい。なんだこれさ、なんだよ、いいからいらっしゃいよ、あんたどうしてそう商売が下手くそなのかね。どうだろうね、何で商売下手くそって言ってんだよ。あんたなんで今のお客さんに逃がしちまったんだい。どうしたことしたもんねやな。お客さんでよってお前勝手に言ったんだお前。人捕まえてお前売るようなそんな商売してねえってんだこっちはよ。そんなんじゃない、あれはあんたが逃がしたの。さんね、うちのタンス惚れ込んで飽きたんだよ。ああ、これ私は売れたねってそう思ったんだよ。そしてあなた何て言った？これタンスいいタンスだね。いいタンスですよ。もうね、うちの店に16年もありますからね。で、そう余計なこと言っちまうかね。16年売れてないってのを教えてるもんじゃないか。それでもね、お客さんまだ興味持ってたよ。ああ、そうかい。ちょっとこの引き出し開けてみてくんねか。この引き出しをね、アップフライだったらもうとうに売れてんですよ。じゃあ開かないのかい？いやー、開かないことはないんですけどもね、この前無理に開けようとした人がね、腕くじいちゃいましたよ。ああ、そうか、じゃあ買わない方がいいね。いや、そんなことはございません。一緒に腕を揉む人を伺います。なんでそう余計なことは言うのかね。売っていいものは売んなくて、売らないっていいものは売っちゃうんだから。なんだってそうだよね。去年のことさ、お迎えの米屋さんが、おい、ジンメさん、奥の火鉢はいい火鉢じゃねえ。あれ、いい火鉢だよ。よかったら持ってきなっつって、あんた売っちまっただろ。
おかげでうちに火鉢がなくなっちまって、寒くなったもんだから、あんたも向かいの小宮さんにちょく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 当たりにしちゃって、え？向かいの旦那さん言ってんだよ。え？なんか火鉢と一緒にジンベエさんも買っちゃったみたいだ。ほんと大して商売しないんだから、え？ちゃんとやってくる。ああ、それとあんた今日朝からいつ行ったんだろ？何買ってきたんだよ。え？さあ、何だって言うだろ。何だっていいじゃんじゃないんだよ、ほんとに。何買ってきたんだい？何買ってきたんだい？おとなしく言ってるうちに行った方がいいんだよ。どうせだ、え？太鼓だよ。太鼓？してあんたそのものがわかんないかね。いいかい、太鼓っていうのはね、きらものっつってね、お正月だとか初物にしか売れないんだ。あんたみたいな弱い長くさやつ売れるわけない。何言ってんだよお前、あれ売れるんだよ。なんでさ、もっとすっと売れるようなさ、茶碗だとか花瓶だとか買ってこないのかね。あ、あの俺だってな、お前いい茶碗を見つけたんだ。お前これくださいって言おうとしたんだよ。言おうとしたんだけど、お前舌がつっちゃった。あんたなんで大事な時に舌がつるのかね。こうやってるうちに隣のお客さんに買われちまってな。ってほんでお客さん何だいって言うから手引っ込めらんなくなっちゃってな、うん、隣にあった太鼓買ってきたんだよ。はぁ、でどんな太鼓なの、見せてごらんなさいよ。うわぁ、なんだこの汚い太鼓は。どうすんのこんなまで。だからお前は素人だって言うんだね。いいか、これ汚ねえんじゃねえんだ、自伝がついてんだよ。え、こういう古いものは高値で売れたりするんだよ、本当に。あんたが古いもので儲けたことなんてないじゃない。どうんの、こんなもんね、そこら辺に持ってたって子供だって持ってけしないよ。あんたこれいくらしたの。二分だよ。はぁ、あ、はぁ、あ、私は嫌になっちゃうよ。こんなもんに二分も払ってさ、どうすんのよ。うるせえな、俺が売るっつってんだからいいんだよ、それでよ。ああ、おい、サダーサダー、人が、俺の太鼓叩いてくんねえか。はーい、はい、なんですか、旦那さん。ああ、太鼓きったね、太鼓で、ね、お前まで言う必要ないんだよ、こんやら。いいから叩け、こんやら。はい、はい、はい、わかりましたよ。ああ、なるほどね。ああ、ほっこりがすごい、これな。トントントン、あれ？トン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 、てめえのおもちゃに買ってきたんじゃねえぞ。え？はたけっつってんだ、何叩いてやがんだ。いやね、おじさん、これはたいてんだよ。はたいてんだけども音が鳴るの、これおかしな太鼓だよ。トン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 、まだやってんのか、この野郎。許せよ。太鼓を鳴らしておったのはその方で間違いはないか。あ、太鼓だったんですか。はあ、太鼓の流れ。お上がお顔でご通行の際、太鼓を鳴らしておったのはその方のうちで間違いはないか。太鼓。私じゃないよ、こいつこいつ。ああ、こいつね、本当にね、ろくでもないやつでね、親戚から預かってるんですけどね。あいつは見てください、見るくらいだな。ああ、もうバカな顔してんですよ、こいつはね。あれね、バカ顔と言いましてね、うん、夏になったら咲いたりするんですよ。図体ばかりでかくてね、もうでも11だもんでね、どうか子供のやったことということで勘弁願えませんか。おおおお、そうではござらん。うん、おかみが太鼓の音を気に入っての、うん、一度見てみたいと申すでな、うん、うちの屋敷へ一度持ってまいれ。あわよくばお買い上げになるやもしれん。あ、どうなんですか。はあ、太鼓か。ね、あいつが鳴らしたの。あいつが、見てください。あいつはね、賢い男でしょ。そういう男でね、うん、親類がね、もう親類から預かってましてね、うん、もうね、16年です。最善11と申したではないか。ああ、そうなんだよ。11のこともあったんだから、おかしなこと。
ことを申すやつだな。まあよい。うちの屋敷へ持ってる。ああ、さようでございますか。どちらの屋敷で。ああ、どちらでございます。ああ、わかりました、わかりました。はい、ありがとうございます。ほら見ろお前、店に置くかお金かのうちに売れちまったじゃんか。売れやしないよ。あんかよ、何にも聞いちゃいないんだから。いいかい、お殿様はね、お籠の中でおって音だけ聞いていた。外装立派な太鼓だろうなと思ってね、金煙巻きのしてる、どんな太鼓だろうなって思ってるところに、あんたそんな汚い太鼓持ってってみなさいよ。なんだこんな汚いものを持ってくる無礼者、捕らえよっつってな、若さ神がダーッと来てね、首根っこバチッと言われて庭の方へ連れてかれてね、ああいうとこにはね、本当に大きな松とかあるんだからね、そこにグル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 縛り付けられてね、三日三晩ね、あんたもう帰ってくれやしないよ。ざまみやがってんだ。なんかさ、行くのよそうかな、行くのよそうかじゃないよ。そんなことはないよ、そんなことはないけどもね、あんたが売れたみたいにね、調子に乗ってるから私がちょっとお気を据えただけなんだよ。いいかい、あんたね、物事は内輪内輪に考えるんだよ。いいかい、太鼓なんてね、売れやしないんだからね、店に行くだけ店に行きなさい。それでもってね、もしね、ああこれをいくらするんだいって言われた時には、それはもうね、二部で買ってまいりました、後世はいりませんつって二部で売っちまいな。余計な考えを持ってね、儲けようなんてするんじゃないよ。だったらね、何もなく帰ってこれるんだから、よかったかい。そうかい、しょうがないな。行ってくれ。ちょっと、太鼓をしましてくんないか。しょうがないね、いいね、はいはい、いいかい。おいしょ、ありがとうな。今日はな、グッと行ってくれ。な、グッとじゃないよ。あんた聞いてなかったのかい。物はうちゃうちゃに考えなさいっつってな。あんたね、本当に儲けようなんて変な気起こすんじゃない。いいかい、あんたのいけないところはね、自分が一人前だと思ってるところ。いいか、あんた人より頭が悪いんだ、頭が、血の巡りが悪いんだ。バカが太鼓を担いで歩いてんだ、そう思っていたさ。うるせえな、この野郎、なんてね、ちくしょうこの野郎。なんだあいつはよ、痛いように言いやがってよ。そのうちな、痛い目見させてやらないといけねえんだ、ああいうやつはな。この野郎の前、世の中に女なんてな、いくらでもいるんだぞつってな、てめえこの野郎出てっけつって、早く出てこなかったら向こうでかっぱらうぞつってな。どうもこんにちは。おかしなやつが来たの。あ、道具屋です。あ、道具屋か、聞いておった。あ、はい、えいっす。わあ、綺麗なお屋敷だね。砂利なんか一粒一粒な、選んだみてえに揃ってやがるよな。こんな綺麗なところでちょっと考えると、あの太鼓は相当汚ねえな。売れやしねえな、こんな太鼓な。やだね、でっかい松の木あんじゃねえかよ。なんで余計なこと知ってやがるんだよってな。まあいいや、店に来たんだな、売れなくたっていいんだよな。なんか言われるとしたら出てけんだよな、こっちは逃げ足だけ早いんだよ。よし、ここか。こんにちはーす、こんにちはーす、道具屋です、こんにちはーす。おうおう、道具屋か。おうおう、待っておったぞ。おうおう、中へ中へ。いや、ここで大丈夫です。あ、中、はい。何を、中へ入るって言うな。いや、ちょっと、いざという時にね、ここの。いざとは何の、用意、中へ入れ。そうですか。はい、やばいな。太鼓は持ってきたか。ええ、なんか持ってきましたよ。え、持ってきちゃうよ、わんかったっすか。何を思うっすか、余計なことは言わよ。一度見せてくれるか。ああ、さようか。先ほど見た時を感じてはいたが、大層時代がついておるな。そうなんだ。これはもう時代がついて、本当にね、ここも時代、ここも時代、ここも時代もね、この太鼓からも時代を取っ払って、と太鼓なくなっちゃいますからね。おかしなことを申すやつだろう。だからもう、この絵見せてくるからな。ちょっと待っておれ。えーす。あ、あれですよ。くれぐれもね、あたり売りに来たんじゃないですか。店に来ただけなんですからね。そのこんとこ、お殿様にもね、よろしくお伝えくださいね。はぁ、ちょっと。
でした。ダメだったでしょ。ああ、どうせダメなんですよ。おう、お買い上げになるぞ。ああ、そうでしょ。お買い上げね。お買い上げ？商売人というのはな、売れるときに売っておかなければ後で損ができんでな、うん、お前のもう手一杯申してみる、うん、手一杯、手一杯ですか、うん、手一杯申してみよう。ああ、寒くなった。それじゃどうしようね。こんなもんで手一杯と申して手をいっぱいに広げるやつがいるか。一体いくらだ。10万両。高い。高いねんさ、高いねんさ。ああ、いや、でもいくらでも負けますからね。うんうん。好きなところまでね、もう朝までだって負けてあげますからね。言ってください。何おかしなことを申す。うん、わかった。まあ、わしがこのところでよかろうという値段を言うでな、お前がもしそれでよければ、うん、飽きなうのはどうだ。ああ、そうでございます。ああ、よいよいよいよ。この太鼓300斤ではどうだ。300斤。300斤と言いますと、300両と言いますと、それは何ですか。300両の小判、小判の300両の小判。ああ、この小判ってのはなんか物が買えたりするやつですか。物の買える小判があるか。300斤ではどうだ。300。俺どうした。お前はおかしなやつだな。売るのか売らんのか。売ります売ります売ります。300で売ります。ほうほうほう、よかろう。おう、まあ300斤持ってまいれ。今からな、金相を渡すでな、よく確認せえ。ああ、じゃあなんか渡す。いいか、50両ずつ渡すでな、うん、よく確認しろな。うん、まだな。
ですね、なんであの太鼓がそんな300人売れたとか。おうおう、主も知らんのか。うん、拙者も知らんのだかな。殿はめっぽうお目が高くての、なんでもこれは買えないと申してな、うん、この世に二つというな、名器らしくてな、うん、大層気になっておられたぞ。はあ、買えよ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 、いいね。一応言ってきますけどね、うちはね、じいさんの遺言でね、うん、売ったものはね、もう二度と返せないとなってるんですね。よろしくお願いします。ああ、さあ、ありがとうございました。おお、金子落とすでなよ。何バカなことすんだよ。自分落としたって金子なんか落としちゃきねえよ。何言うっけな、バカなんだ。おい、じゃあ、ありがとうございます。おお、風呂敷を持ってまいれ。はい、言いません、あんたにあげるぞ。持って帰れ。まあ、そうですか。しゃべれね。よかったの。300ル。300ルで売るぜ。大善の道具屋か。おう、道具屋、飽きないもあったか。ああ、もう、飽きないよ。おお、どれぐらい、余計なくせえだよ、これ。うるせえってんだよ、ほんとによ。こんな残念ぐらいなんてよ、やるのか、ほんとによ。びっくりすんだろうね、ほんとによ。おいよ、帰ったぞい。あんた、そんな息荒かけて、失敗したんでしょ。いやいや、追われてんだろ。売れ行ってね、隠れときな。うん、私がうまいこと言ってね、逃がしてあげるから。バカだ、そんなんじゃねえよ、ね。売れたんだよ、ね。いいんだよ、いいんだよ、嘘つかなくてね。うん、いいんだ、いいんだ。そうじゃねえっつって、そうじゃねえんだよ。いや、驚くなよ。300ぐらいで売れて。300ぐらい売れろ。いや、ね、きっとだよ。これやろ、お前よ。いいか。このさてな、よく見てろよ、まあ、今から俺300ドルを出すからな。いいか、おい、50両。ああ、50両、50両。おお、50両。本当だった。これで終わりじゃねえぞ。見とれよ。100両。100両。あんた商売上手だよ。言ってんだよ、本当によ。あんだけ言ってたくせしやがって。あ、いこ、150リア。150リア。あー、いいね、いいね。だるね、お前よ。これで200リア。200リア、本当にいい男だね。バカやる。お前、ゴルド割りじゃねえか。250リア。これでいいか。おい、どうせ終わりか。終わりじゃねえよ。意外にさ、これで300。300。どうだ、大したもんだろ、この野郎。あんた太鼓なんて売れる。なら、お前は太鼓が売れんで、今度から音のするもん買うしかねえだ。ああ、よかった。音のするもん買うもんだね。いいか、次は半鐘だな。半鐘はおよしよ。おじゃんになるから。